こんにちは、皆さん、えいしゅうです。このチャンネルでは、火山博士が地球最新情報と元気をお届けしております。さあ、あ今日のテーマ行きましょう。こちら、富士山ですね。なんとですね、皆さん、あの富士山で新たな地震が発生したという、とんでもない情報が入ってまいりました。まずは今日の動画の結論から申し上げておきますと、つまり、富士山や火山の地震は噴火の前兆であるということなんですね。なぜそう言えるのか、 詳しくお話しさせていただきます。はい、というわけ皆様、今日もよろしくお願いいたします。まずは富士山ってどんな火山ということでお話しさせていただきます。どこにあるのかと言いますと、西の島から北に925キロギアといったところにあります。こちらが富士山ですね。標高3776メーター。日本一高い山、それが富士山です。こちら富士山を空から見た写真でございます。北側に富士山があります。 この富士山の南側には富士市と呼ばれている町があります。人口約24万人が暮らす大きな町ですね。この富士市の名物といえば、こちら、シラスなんですね。シラスといえばですね、よくスーパーで売ってるやつはこんな感じのシラスですよね。このスーパーで売っているシラスは、茹でたシラスなんですけども、それに対して富士市のシラスはですね、皆さん見てください。 こんな感じでね、透明感のあるシラスなんですね。これ何が違うかというと、実はこれ、生のシラスなんですね。実は富士市ではこの生シラスが有名でございます。なんでかというとですね、富士市のちょうど南に駿河湾と呼ばれている湾があります。この駿河湾でたくさんのシラスが取れるんですね。そのために富士市では生シラスがえ食べられるということになるわけです。 では、なぜ富士市でシラスが有名なんでしょうかその原因の一つが、なんと、この富士山が原因なんじゃないかという説があるんですね。え、どういうことって思われた方いらっしゃると思うんですけども、まずですね、この富士山の山頂のあたりですね、見ていただくと白くなってますね。なんで白いかというと、これは、 雪がですね、積もっているからです。富士山寒くなるとですね、こんな山頂のあたりで雪が積もっていきます。で、暖かくなっていくと雪が溶けていくわけです。雪が溶けるとして、ね、雪解け水が富士山がギヤーっとね、流れていくわけですね。この雪解け水は駿河湾までブワッっとね、流れていくわけですよ。この雪解け水の中にはミネラルがね、たくさん入ってるんですね。で、この雪解け水のミネラルの成分によって、ここに駿河湾に プランクトンが集まっていきます。このプランクトンをですね、食べるために大量のシラスギャーッとね、駿河湾にやってくるんですね。そのために、駿河湾で生シラスが取れるんじゃないかという説があるということでね、皆さん面白いですね。というわけで、駿河湾で生シラスが取れるのは富士山のおかげかもしれないということでね、ございまして面白いです。で、なんとですね、皆さんそんなね、富士山で 巨大噴火の前兆ということで見ていきたいというふうに思います。この富士山の巨大噴火の前兆ですが、大きく二つあります。まず一つ目が高周波地震。二つ目が低周波地震であります。4つ見ていきましょう。まずはですね、皆さん、イメージすることがあるんですね。それはこちら、海の波でございます。波を絵で描くとギヤっッとしたね、こういった波を描くことができますが、 この波にはたくさんの仲間がいます。その仲間の一つが地震なんですね。実は地震というのは波の一種であります。地下で地震がギヤッと発生した時に地面の波が発生するんですね。これを地震波と言います。で、この地震波がですね、発生することによって家がガタガタね、揺れるんですよということです。というわけでね、地震というのは波の一つなんですよと、仲間なんですよということです。 で、この地震波を絵に描くと、こういった感じのね、絵を描くことができるわけです。で、この地震波実は大きく2種類あるんですね。まず1つ目が高周波地震。2つ目が低周波地震です。何が違うのかというと、地震の波の数が違うんですよということですね。高周波地震というのは、たくさんの波が集まっているというようなイメージです。それに対して低周波地震というのは、 波の数が少ないんですよというような感じです。では実際の地震波をご覧いただきましょう。まずは高周波地震ですね。見ていただくと地震波のギザギザがね、ギヤーッと細かいというのがわかります。これはたくさんの波が集まっているために地震のギザギザが細かいんですね。それに対して低周波地震。 地震波のギザギザが荒いというのが分かります。この地震波のギザギザが荒いというのは波が少ないためにえこういうふうに、このギザギザが荒いということです。というわけで地震波には高周波地震、低周波地震の2種類が存在するわけです。ではなぜ2種類の地震が発生するんでしょうかそれは地震の原因が違うからなんですね。まずは高周波の原因、高周波地震の原因といえば 地面の割れ目、断層。これがギューッとですね、ずれ動くことによって、高周波地震が発生いたします。または、地面の地下にマグマまたは地下水が存在しますが、このマグマまたは地下水がギューッと動いた時に、地面がギューッとですね、割れることによって、高周波地震が発生するということもありますね。続きまして、低周波地震の原因として考えられているのが、 マグマまたは地下水などから泡吹くがポコ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 と出ていくということですね。で、この泡吹くによって低周波地震が発生するんじゃないか。もう一つはですね、地下の深いところから新しいマグマがギューッと上がってくるときですね。この時に低周波地震が起きるんじゃないかということが考えられております。で、実はこの高周波地震と低周波地震なんですが、二つともにね、 噴火の前兆となる場合があるんですね。まずは、高周波地震の場合でございますが、例えば事例を一つ挙げますと、1707年のことでありました。今から300年前のことですが、富士山で多数の高周波地震が発生いたしました。この富士山で高周波地震が始まってから、約1ヶ月後、実際に富士山で噴火が発生してしまったわけです。これを1707年の富士山の宝永噴火と言います。 ということで、高周波地震というのは、噴火の前兆現象となる場合があります。そして続きまして、低周波地震の場合ですね。例えば過去の事例を挙げますと、フィリピンのピナツボさんです。1991年に巨大な噴火が発生いたしましたが、この大噴火の直前に、低周波地震が発生いたしました。ということで、低周波地震も噴火の前兆現象となる場合があります。 ちなみに富士山の低周波地震ですが1980年今から40年ほど前から低周波地震が観測され始めまして2000年11月には1日に200回の低周波地震が発生するという大事件も起こっておりましたこちら実際のデータになりますこちら富士山の低周波地震を映しております1995年から2003年にかけて発生した地震です 縦軸に地震の回数、横軸に年代をとっておりますが、見ていただくと2001年頃ですね、ギャーっとね、たくさんの地震が発生しております。これは低周波地震が富士山で急増したことを示していると。なんと2011年、2000、2000年の11月に200回のですね、低周波地震が発生したというね、とんでもないことが起こっていたわけです。で、たくさんの地震が起こっていたんですが、 この時はね、噴火しなかったということで、これはね、おそらく富士山のマグマが活発化した可能性があるということを示唆しているわけです。で、これは2000年の富士山の低周波地震ですが、実はですね、この富士山、最近も富士山では地震が観測され続けているんですね。こちら10月の富士山の高周波地震です。 10月,10月7日には2回の高周波地震が発生しておりますし、合わせまして低周波地震も10月3日に1回の低周波地震が発生しているということでね、この富士山少ないんですけども、地震がですね、最近も観測され続けております。すなわちこれは富士山のマグマはまだ生きている可能性があるということを示唆するわけでございます。ここまで動画を見てですね、 富士山の地震少ないじゃねえか。ここまで動画を見て損したぜ。こっちはハンバーグを作るのに忙しいんだよーって思ったそこの奥さん。ちょっと待ってくださいよー。 ここからがね、あの、特に重要だということで。これね、富士山、高周波地震、低周波地震発生しているということなんですけども、まあ、この低周波地震ですね。まあ、少ないので、まあ、大きな異常ではないというふうに思われますが、なんとですね、皆さん。このね、今、低周波地震が、爆増した火山があるんですよ。で、その火山が実は、次の噴火が危ないと。それは一体どこなのかということで、続きまして。 低周波地震が爆増した火山ということで見ていきたいというふうに思います。今ですね、低周波地震が爆増しているのは、西の島から北に1401キロほど行ったところにあります。岩手山なんですね。標高2038メーター。岩手県で一番高い山。それがこの岩手山ですね。なんとこの岩手山で今、 異常事態が起こっているわけです。ちょうどこの岩手山の東、地獄谷と呼ばれているところで、異常事態が起こっておりまして、次の噴火が危ないということです。なぜ岩手山で噴火が危ないのかそれは、1200回の地震が発生している。山体膨張が同じく発生しているからです。 まずは1200回の地震ということで、こちら地獄谷付近の1年の地震を映しております。2024年4月頃から火山性地震がギヤーッとね、一気に増えました。これまでに1200回を超える大きな地震がですね、たくさん発生しているということで、あ、これ大きい地震というか小さな地震がたくさん発生しているということで訂正させていただきます。ということで、まあ地震が活発なわけですね。 さらに、三体膨張の発生ということで、三体膨張とは山が膨らむことを言います。こちらも噴火前兆現象となる場合があります。例えば、え鹿児島県と宮崎の県境にあります霧島山では、 2018年の3月から4月にかけて噴火が発生いたしましたが、この噴火の4ヶ月ほど前から三体膨張が起こっていたということでね、三体膨張、噴火の前兆現象となる場合があります。で、今回の岩手山の三体膨張ですが、こちら、ピンク色になっているのが分かると思います。これはですね、気象庁によると、地下浅い三体膨張を示すということでね、ございます。 で、なんで地下浅い三体膨張が起こっているのか。これはマグマとは地下水が上昇している可能性があります。岩手山の地下,地下に存在する地下水かマグマ。これがですね、上昇することによって、岩手山が火山が持ち上げられて、ギューッとね、三体膨張が起こっている可能性があるんだということです。ということで、1200回以上の地震、三体膨張の発生ということで、岩手山噴火が迫っている可能性があるわけですが、なんとね、この岩手山、それに加えて、 実はもう一つの前兆が出ていると。それが今日ご紹介している低周波地震の発生ということです。こちらが実際の証拠になります。この岩手山のですね、山腹のえ南東の北東のふまとですね。 見ていただくと、パラパラと黄色い丸がですね、並んでいるのがわかると思います。実はこれですね、岩手山の麓で発生している地下30キロ地震、地下30キロで多数のね、低周波地震が発生しているということです。で、この岩手山の低周波地震ですが、2024年8月頃から始まったということが考えられております。ということで判明しております。 で、これは地震の解釈といたしますと、えー、岩手山の地下深いマグマが動き出している可能性があります。えー、この岩手山の地下ですね、まず地殻さらに深いところは、えー、マントルと呼ばれている岩から、えー、できております。で、今回の地震ですが、岩手山の地下30キロということで、ちょうどですね、これ地殻とマントルの境界付近のところ、 ここで多数の低周波地震が発生しているということがですね、今回のデータから判明いたしました。で、実はこの地殻とマントルの境界のあたりって、マグマが集まりやすい場所なんですね。ということで、この地殻とマントルの境界で多数の低周波地震が発生しているということは、 これは、このマントルと近くの境界にですね、マグマがあって、このマグマが原因でですね、多数の地震が発生しているということが考えられるわけです。ということで、岩手山の異常について簡単にまとめると、地下浅い場所と、さらに地下深い場所の両方で今、異常が出ているということが考えられるわけです。 まずは地下30キロ付近のマントルと近くの境界付近では、この低周波地震がですね、発生しているということで、これは地下深いところにあるマグマが活発化している可能性があります。それに加えてですね、この地下浅いところですね、地下水化マグマがさらに存在する領域で、1200回の地震がギヤッと発生しております。それに加えて、 地下水化マグマがですね、上昇しているということが起こりました。この地下水化マグマの上昇によって岩手さんが持ち上げられて、山体膨張が起きているということで、まあこういったことがわかる通りですね、今の岩手山、地下でね、もう異常が出まくっているというような状況なんですね。ということで、いつ噴火してもおかしくありませんので、今後もお気をつけいただきたいというふうに思います。で、今日一番言いたかったこと、 これ何かと言いますと。はい、今日はですね、この高周波地震、ギザギザが細かい地震と低周波地震について解説いたしました。まずは高周波地震というのはマグマまたは地下水が動いた時に地面が割れることによって地震が発生するというのが原因。低周波地震というのはマグマまたは地下水に泡吹くができた時、 または、マグマが、新しいマグマがですね、上がってきたとき、この時に低周波地震が発生するんじゃないかということが考えられております。高周波地震と低周波地震は共に噴火の前兆現象となる場合があります。富士山では、高周波地震、低周波地震ともに発生しているということで、富士山のマグマはまだまだ生きている可能性がありまして、将来噴火する可能性がありますよということです。そして、そんな中ですね、 今、低周波地震が爆増した火山があります。それが、この岩手山です。ちょうど地下、えー、30キロ付近ですね、増えているということで、低周波地震。これは、地殻とマントルの境界付近に存在するマグマ。これが活発化することによって、境界付近で地震が増えているのではないかというふうに考えられます。さらに、えー、地下浅いところで存在する地下水化マグマ。 ここで1200回の地震と、マグマまたは地下水が上昇することによる山体膨張が発生しております。ということで岩手さん、今地下で異常が出まくっております。いつ噴火してもおかしくない状況でありますので、お気をつけいただきたいというふうに思います。ということで今日の問題です。この地震波形は何地震でしょうか高周波地震、低周波地震、高ダンボムシ地震、 宇宙のパワーサッドへしようかということでコメント欄に書いて挑戦してみてください。正解した方にはハートマークをつけたいと思います。い。以上が今日の放送になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。これからも地震や火山の最新情報と元気をお届けしていきたいと思いますので、ぜひともチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。西の島 T シャツ販売しております。10月19日のメンバー限定講義は 動物は巨大地震を予知できるか、ということをお話させていただきます。メンバーの収益の一部は、被災地に寄付されます。メンバーの皆様、いつも本当にありがとうございます。それでは皆様、次回の放送で終えてしましょう。ふいっ。<noise>